やべえ、俺かもって思ったら死ぬだろ、中に。今直ちゃん、待っとけよ。怒んないから、その場で出てきた名前のやつ、いたら挙手しよう。僕です。ほう、ほう、これは、ほう、ほう、やつ探してるな。東海オンエアおもろいけど、紹介してる。お前ら外でこんなことしてるんだ。マウンティングキスのやつが、なに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 。ちょっと晒すのはさすがにちょっともう、うちの配信もう来れなくなるからダメだ。てか今日も朝散歩行ってきたんだけどさ、めっちゃ気持ちよかった。パン売ってるタイプのコンビニってたまにあるじゃないですか。朝にまず俺湯船を張って、湯船で体チンチンにした状態で外気浴で気持ちよくなりながら歩いて行って、パンとあったかいものを食いながら帰ってきたんですよ。気持ちいい。回収したいんだけど、どれだっけ。しぐれういっていう人のところで身内ネタやってたんだ。ツイッターでめちゃくちゃ晒されてた。あとで言おう。元気と見る野球部。元気と見る野球部。晒されてるのか、照れるな。元気リスナーに紛れ込んだ野球部を主張する会するか。おーい、やべえ、俺かもって思ったら死ぬだろ、中に。今のうちだよ、待っとけよ。今のうちだよ、待っとけよ。これで自分だったらモニターぶっ壊すと思う。汗ワンチャンけど、実は全然こっちの視聴者じゃない可能性もまだあるからな。怒んないから、その場で出てきた名前のやついたら挙手しよう。はい、いたら返事しよう。いたら、はい。みんな目とかだけ。僕です。さすがにそれしだよ。挙手したことがもう勇気だから。そもそもね、俺はね、怒ってはないんですよ。痛いから学べって言っただけで、怒ってはないんですよ、マジで。失敗したら怒られるってのはおかしいですよ。トライしただけなんだから。そいつだって、良かれと思ってトライしただけなんだから。良かれと思ってやったことが、良くなかっただけなんだから。それはね、チャレンジなんですよ。ただそれはそのチャレンジは違うっていうだけ。そのチャレンジは違うぞって。幸い、このトライの失敗が、ネットだから、ネットってノーダメージなんですよ。俺たちみたいに顔さらしてるやつ以外、基本的にネットはね、ノーダメージなんですよ。嫌われないってだから。ああ、なるほどね、これか、そういうことか、そういうことか。ああ、はいはいはい。ああ、わかんねえこれ。いや、わかんないわこれだと。名前が見えないから。さらしツイート、どれ。さらしツイート、これ人狼始まります。人狼始まります。おい、犯人見つかったぞ。一人犯人見つかっちゃった。おい、ここの声出てるぞ。おい、わらわら、落ち着けてくれた。いや、素晴らしい。拍手、拍手、素晴らしい。炎上とかしないんじゃない。多分炎上してたらさすがに、そもそも俺に DM 来てる、絶対。ちょっととりあえず言えることは、身内ネタを外でやらないようにっていう。元気さんは時々、ほう、ほう、元気さんは時々、これが、ほう、これが、ああ、これか。半年ロムルモス、前立腺は怪しくね、ほう、ほう、これは、ほう、これか、ほう、野球探してるな。東海オンエアおもろいけど、あのノリガイでやってたら寒いよねってこと、いかやく、紹介してる。わかりました。わかりました、わかりました。いやいや、何もしないですよ、そんな。何も見てない？何もないですよ。一人で楽しむな。いやだ。せめて感想を。感想？お前ら外でこんなことしてるんだ。こいつ裏で詰め殺すんでしょ。これ感想です。やめて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 。いかやく。きっも。特定です。わらわら。もしかして割といるん？ 3 人ぐらいだったかな、見た感じ。もっといるのかもしれないけど、ずんだもんとか関係なくね。その。誰だっけ、何々みたいな。この配信で、この配信で、結構尖ったコメントして、おい、お前、何々だろみたいな。マウンティングキスのやつが、何々ちゃん、何々。わらわら。
笑い方怖すぎ、わらわら。エロ V 見てるからやめて。わら、悪魔すぎ、わらわら。いや、これはね、ちょっと晒すのはさすがにちょっともう、不登校になっちゃうからダメ。うちの配信も来れなくなるからダメ。俺のことフォローしてるかどうかとかね、結構。いや、確かにね、どこでも同じネタでやってるのは見たいから、そもそも正しいんですよ。俺のところでは、ケンキさんってやるべきじゃないし、おい、ケンキってパンチするべきだし、VTuber のところでパンチしたら痛いやつじゃん。だから、VTuber のところでは、あーってやらないといけないから、だからそれは正しい、これ正しいことなんだよ。うん、正しいことなんだけど、あ、そう、空気読めてんだよ。ちゃんとこう、カメレオンできてんだよ。うん、こいついつもあんな尖ったコメントしてたのに。そうなんだ。女の子にはそんな感じなんだなーって。サイリウム振ってる姿親に見られたのと同じ気持ち。いや、ちょっとそんな感じだな。いや、確かに、ほんとになんかサイリウムしてる息子を見たらこんな気持ちなんだろうな。俺、ちょっと、子供がなんか、そういうの知ってた時に、ガチ笑わないように気をつけてたな。ここから笑うサッカー部やん。笑、大ならエースマンになるからな。例えば、親が V の抱き枕を洗って干してる動画あったな。おたてい。それキツ、それキツ、それキツ、自分で洗いや、それくらい。キツッ、これ何のキャラクター？親バレだ、なんだ。家族の言いつりと一緒に抱き枕を選択される俺を見ろ。それ以外から失礼します。自分も以前3回洗濯機で洗濯されたおかげで顔の部分が少し薄くなってきました。もう親諦めてるって。確信。わらわら。ゆずソフトのタッチだね。いや、これお母さんどんな気持ちで欲しいんだろうね、これ。まあけど逆に分かんないけど、お母さん分かんなすぎて何も分かんないかもな。知らない世界すぎて分かんないかもな。孫の顔は見れなさそうねって思ってる。嫁の顔は見れてるからいいんじゃない。いやいやいや、わかんなくても父丸出しだったらまずいだろ。まあ父丸出しではなかったよね、今のは。いやあ、あれ裏やばいのかな。裏はどうなってんだろうな、あれね。確かに裏はこういうこの感じだぞ。あ、そうなの？裏は肌色まちまち 120%。 あ、そうなんだ。みんな詳しいねっていうか、まあ、いや、持ってんだな、そういうの。これやばいですよ。これやば。買わないね。なんか抱き枕とかを買うっていうのはあんま発想としてないんだよな。別にそういうアニメとか見るけど、ギャスガの空とか全然見てたけど、グッズを買おうって発想になんないんだよな。俺の抱き枕作るか。なんか一回あったんだよな。俺の抱き枕を作らないかっていう、さすがにやめときましょうって言ったんだけど、今ならありかもしれない。元気抱き枕って需要あるのか。サンドバッグにします。抱いて寝ると髪薄くなりそう。クレープ食べてる抱き枕でお願いします。ちなみに、クレープ食べてる写真あるじゃないですか。あれって、俺は商品ができないんですよ。あれ撮影したの俺じゃないから、権利俺にないんですよ、あれ。意味わかんなくない？あの写真の権利俺にないんですよ。あれを例えば勝手に T シャツにしたりとかして売ったら、ダメなのよ。そう。スタンプはまあギリ、まあ、これも言われたらまずいと思うけど、まあ言わないだろうけどね。絶対言わないだろうけど、表だってこれを単品で売るとかまずいと思う、多分。あお、じゃない。いや、そうだよ。わら、権利ないのかよ。